山内宏は、愛媛県東温市出身のサッカー審判員。プロフェッショナルレフェリー、国際福祉、バー担当審判員。重信中学校、松山南高校を卒業後東京学芸大学に進学。蹴球部に所属し、2000年には関東大学サッカーリーグ戦一部で筑波大学に次ぐ2位となる。並行して関東学生サッカー連盟主催の審判養成コースで3級審判員、2級審判員の資格を取得。卒業後は同大学院に進学し、在学中に都営リバプールジョン・ムーア大学院でスポーツ生理学の研究活動を行いつつ、FA レベル3ナショナルリストの審判資格を取得し、ノーザンプレミアフットボールリーグなどで主審を務めた。帰国後、2006年12月に1級審判員に登録され、JFL の審判員を経て2008年からは J リーグディビジョン2の主審を担当した。2009年9月2日付で J リーグの主審リストから外れていたが、2010年シーズンからは J2 担当主審として復帰している。また、2012年のシーズン途中に J2 担当主審から J2 担当副審に転向し、2013年からは J1 担当副審となっており、開幕戦のサンフレッチェ広島 vs 浦和レッズの試合で J1 副審としてデビューした。2013年から国際キリスト教大学保健体育科で講師を務めながら審判員を行っており、2014年から国際福祉に登録されている。2018年3月1日付で日本サッカー協会とプロフェッショナルレフェリー契約を締結した。国際キリスト教大学は休職中の扱いとなっている。ありがとうございます。